はい、こんにちはくんです。なんかほんと長老って感じの外見だよね、エリックって。清水さん、神の乳占い師霊の1カレード1強人1猫又1黒猫1長老1人ん一途な人狼、うわこれ一途な人狼に長老抜かれたらアウツだな。俺が提案した方がいいな。カミングアウト。カミングアウト。カミングアウト。延長希望。霊能さん。延長希望。どうするか。うん、霊のロラなら霊ロラ時短。ちょ待って、シンつったら大丈夫？ 6-5 になるよね。まあ大丈夫か。精査要素ある。絵馬黒猫っぽいけどね。これさ、これビル黒猫じゃね？猫残しのはずでしょこれ。じゃあゲイルからすれば、死んでも柱できるっしょ。チャン新懸念一切なし。延長希望。延長希望。延長希望。
難しいな。こんな交通事故が起こるか。30秒前。ビルから行きたかった。そうなの。はあ、まあ良いが。はい、あービルのが黒猫っぽいような気がする。釣られたそうな気はするよな。ビルの腰かな。ほう、ゲイル白。はあ、ゲイル黒。私釣りでいいよ。釣られたそう。釣られたそう。むずいなこれ。ゲイル新ポスありましたね。ビルエマの違和感は昨日書いた通りです。うん、ビルって打ち上げ何でもあるのは別にいいけど、霊能黒の黒の旋風って理由あるの？チャンシン見えたらエマ釣りするから。うん？今黒なら生き延びたいのにしようから、ここで黒打つと思えないんですよね。しかもチャンからの白出しなので芯取らない必要なエママック白人外でしょう。マイクのそれだよね。なんか そうかな。
もう正直精査も何もって感じだけどね。確信持てないっすよこれ。ビル釣りますか。ビルから白メアリーしろか。俺全然塗らないとか見てない。エマってちゃんの新結果で考えたら釣りたくないんよな。エマ黒猫ビル黒じゃね。まあ良いのでは。じゃあビル釣りで。みんなの言う通りでいいと思います。全然グレーの感じも。俺これ俺のさ一番嫌いなさこう展開ってさ霊能ロラなんだよね。何もわからんくなる。もうなんかもう運ゲーになって何もわからんなるから、あんま好きじゃないんだよなこの展開。ビル釣りで道連れあったら私新沖だぞ。できないでしょ新沖とか。いやなんかエマがどんな最強ログつけても無理だって。10秒前。ローラ一つ言うけど一匹おらんよこの部屋。はあ、なんでローラはカマレ1とか言ってんの。どういうこと。なんでカマレ1考察とか始めたの。意味あんのそれ。意味あった意味あったのかね。いまいちよくわからんけど今の何だったの。来るな。おお、今黒猫残せたね。よかったですね。
こっからだな。ちゃんの結果なくなったね。ちゃんの結果をことごとく噛みつぶす立ち回りしてるね。うん、今釣らなくていいと思うよ。どうする？長老進行する？長老微妙。マジっすか。ちょろ即抜きされると思うけど、よくね、一時死ぬやん。いや、よくねえだろ。今新進行の猫猫では、長老噛まれたら黒一匹も釣れてないわけでしょ。猫目線なんで長老出させるんだ。占い決め打ち要素ないけどね。っていうかさ、ローラ視点決まったな、これ。延長希望。延長希望。延長希望。これさ、絵祭りってなしかね？なしか。6ウルフ残るもんな、絵祭りすると。
あ、さ、サンウルフ残るもんね。ダメだな。祭りは絶対ダメだ。何にせよ絶対釣れないよね。あ、ちょっと待てよ。ローラ視点は、あ、ローラ視点エマ死んじゃね。ごめん、ローラ視点エマ死んしかなくね。ローラ視点はわけわかんなくない？ローラの視点って黒猫どこいんの？ローラマイクメアリー白なわけじゃん。じゃあニックかアンナバニラでツールフってことでしょ。じゃあ残り1ルフどこいんの？ローラはチャンニック猫かエマ、チャン黒で考えてんの？チャン強靭では考えてないのか。まあそうか、ローラ視点黒猫釣れるってことはないか。まあ、ローラ視点絵祭り別におかしくないな。1分前。占い決め打ちできないな。メアリーがニック釣りたい？メアリーがニック釣りたいの？30秒前。ニック行くか。10秒前。あのね、ちょっとめたいというかあれなんだけど、ローラ強靭だとしたらローラギックかもしれないんだけど、ローラ黒だとしたら、ローラってずっと一匹狼いると思ってたんだよね、実は。こいつ。これ何だったのって話になるくない？こいつずっと一匹狼いるって言ってた。対抗一匹と思ってるとかっつってんのね、こいつ。で、ガチでずっと一匹だと思ってんのよ。なんか発言のベースを見てたけど。で、ローラ強靭だったらその勘違いってまああるかなって気はするんだけど、ローラが黒で一匹狼とかいう勘違いするか？そこも芝居か。30秒前。そんな芝居する？そんな芝居せんくない？なに、なにその髪、なにそれ、なんであれその髪しなくない？それどういうこと？新結果吐いたってこと？
猫内訳に黒猫でしょ。ゲイル黒コース以外かまんくない。じゃあゲイル黒で連れてると。あんなバニラに黒猫露呈して大丈夫なの？ローラ新宿。チャンゲイルニックじゃない。てかさ、メアリーはマイク守りすれよくね。メアリーマイク守りでローラ釣りで残り6人。あ、これさ、メアリー、マイク守りでローラ釣りはなんで？え、噛まれたら新確定するだけじゃない？多分勝てると思うけど。10秒前。大丈夫だと思いますが、どうでしょう。え、なんで絵馬紙とかしちゃったんだろう。これ猫にさ、猫の内訳考察する要素がもうなくなったよね、これのおかげで。え、マイクでも噛めばよかったのにね。なんでそんな変なとこ噛んだんだろうね。ミスったのかな。ミスったとしかなんかちょっと思えないよね。最悪のケースは一応あるけどね。エマ黒猫なの分かった上で噛んで、まあないか。まあないか。私襲撃。メアリーとさ、アンナ白、バニラ白。え、ちゃん目線両方白にしてんの？恐れていたのが
まあしょうがないか。延長希望。延長希望。延長希望。基本的にチャンつるけどね。延長希望。メアリーはガチで把握漏れしてんのか、バニラアンナの内訳。メアリーやばいね、言ってること。メアリー目線って明日続くの。ないんじゃね、ほぼないが。今黒猫分かってて、延長希望噛んだという話ですか。っていうか、アンナ黒なら、え、アンナ黒とかある？うん。まあ最初の勘を信じましょう。意味が分かんないな。うん、エマカミの意味が全く分からん。この試合この試合なかなか怖かったぞ。危なかった、勝てたけど。はい、ということでジジです。おつ